こんにちは、ラフィンスケートマキコさん来るエロいエロいです。はい、絶賛カップ頑張り中でございます。おしゃれなセーター。テーマがカービングブライドに決まったんですけど、なんかいける気がする。いける気がします。速度つけていきましょう。はい。特に戻りね、戻り。戻り。はい。お願いします。最後歯出ましたね。はい、歯ナイス歯です。マコさん結構ね、はい、1,2 本目のが高かったですか？やっぱ私はだんだん疲れて いくんで、はい、3本でも3本目も綺麗に、はい、と綺麗です。ありがとうございます。大丈夫ですよ。無理くり何回もやっちゃいけないです。あ、もう体力が余裕があるときに、はい、多分いい動きできるんで、はい、はい、単発勝負でいきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ選手交代。はい。それではカメラマン兼編集の卵の王様さんにやっていただきます。王様頼みますよ。はい、安全にね。はい、スタジサマウナお願いします。おお、早い。あ、早い。これはいけるんじゃないですか。今当たったんじゃないですか。もう、ね、今メイクじゃないですか。もう一回メイクですかね。メイク。ナイス。当たってる、当たってる。怖い。これ完璧でしょ。ナイス。イエー、当たってる。いいとこ当たってる。王様。打ち返す、できてる。王様やったー、イエーイ。完璧メイクじゃないですか。クルーの皆さんどうなんですか。これはできちゃってるじゃん。もうできちゃった。一撃でできちゃった。王様帰宅。もうエンディングですか。王様帰宅。これ伊丹さんのせいが分かりやすすぎる。そう、ちょっと待って、さっきカメラ回してない時のやつが生きたんじゃないですか。実は全然黄色ぐらいしか行かなかったのに、さっき伊丹さんに教わって、はい、それが生きたんだと思います。ねえ、はい、はい、みんなで頑張りましたよ。ね、できると思わなかった。じゃあ宇沢さんは、はい、ここをリップに見立てて、はい、ね、王様がゴリゴリってやってたように、はい、ここゴリゴリって言ってました。はい、これね、この線、はい、はい、なんかさっき見てた感じ、マッコさんの線がこれで、はい、王様の線がこれで、で、宇沢さんがこれかなって感じに見えたんで、はい、まずこれを目指しましょう。はい、で、やっぱりね、今プッシュ力とかがまだ不安だと思いますんで、はい、僕押しますね。ここで完璧にスタンスをもう作ってもらっちゃって、はい、で、最初に目指すのは、はい、まあ、この辺？この辺にしますか。その辺、はい、この辺から前足ヒール、ヒールなど踏んで左、はい、で向こうの左の壁を意識、はい、で、あの線よく見てください、はい、見えますか、はい、あそこを通る、あそこ絶対できる、はい、You can do it、はい、合ってますか。合ってます。最高です。ではスタンスをまず少し一番安定するスタンスになってください。はい、もうどこに行くかは大体分かります。はい、スタンス乗っちゃってください。押しますね。ゆっくり押しますよ。はい、はい、行きまーす。行くぞー。ファーストチャレンジ。いきなり左左左左の壁。で、はい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 。はい、これはブルー。はい、宇沢さん今でちょっとね、打ち合わせと違う動きしましたね。向かってはいたんですけど、はい、でもこの下通りますよ。下通りました。この辺を。はい、なので。よーく見てください。ここまでは、まあ、最初安定していきます、
で、あそこの壁から下るときは少しヒール意識でいいと思うんですね、はい、少しここヒール意識で、でこのコーナーの始めのあたりこの辺狙いましょうか、はい、でもここに来るときにはもうこの線を見て、あ、線を見て、はい、で左足でこの線踏んでいくようなつもりで、はい、行きましょう。できる、はい、できます、はい、できます、はい、吉田さん、やってみま C ありがとうございます。じゃあスタンス、一番安定するスタンス、はい、いきますよ。さっきのスピードって怖いですか？いや、大丈夫ですか？はい、いきますよ、同じぐらいできます。はい、この辺から左、黄色を、で、見て、あの線見て、あの線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 、ゴリゴリしましたでしょ。ゴリゴリしました。ゴリゴリしてました。ゴリゴリしましたよ。おめでとうございます。ゴリゴリになってました。いや今絶対本当にだったよね。めっちゃゴリゴリになってました。100% 通りましたよ。ゴリゴリになってました。はい、宇治原さんメイクです。イエーイ。目標達成。目標達成。22時間スケート歴でもマウナは楽しい。楽しい。ちょっとこの辺に目がけてドロップして、ここでいつもやってるのは指カービングして、でここに直に向かう。あっちー、ドロップは怖いですか？そうですね。あれ、あのスールコービングが、はい、できるかな。え、ドロップですか？はい、タッパーできますよ。あ、だって同じですか？同じですか？え、何的不安ですか？なんかいつものそれと違う。あー、全く一緒です。同じです。同じ、なんだろうな、何で、普通のワンピースの水着かビキニかぐらいの、同じ同じ水着だよみたいな。あ、それじゃいける、絶対いけると思うんですよね。じゃあ、あっちからドロップだけやってみます。はい、やってみましょう。こんな感じです。あのヒップの低いところ、あの線とか、一番下の線とか通って、この線でいきますか。まずはキックで先を、まずはこの辺、この辺狙ってる感じね。はい、今のリングからちょっと踏んで、100% メイクです、絶対に。あ、じゃあ大丈夫、絶対大丈夫、本当に大丈夫だ。音的な操作してるのは言わなくて、絶対大丈夫。ヒカルさん信じて、はい、いつも通り分かってました。バンド69。ライン取りもできました。で、今はあのコーナーに対してまだまっすぐ登れる速度があるうちに、はい、顔を下に下げて、はい、自分で遠サイドのラインでこう早く始めちゃってるんですよ、はい、でもうちょっと上、眩しいから今難しいんですけど、はい、もうちょっとリップを見て顔を上に向けたまま漕いでいければ、はい、いつもの動きでもっと上目指せます。わかりました。絶対できる、はい、っていうかドロップできたじゃん。あ、ありがとうございます、行ってみましょう。速度が乗ってきたら今の位置よりも高いとこ通れると思うんで、はい、これを磨けば、はい、カービンググラインドいけるんじゃないですかね。わかりました、はい、マリコさんの今日の卒業は、はい、ここ、
はい、あの想像リップにしてここゴリ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 っていけたら、はい、クリアにしましょう。わかりました。よく目で見て狙いましょうね。はい、よし、いけるぞ、いくぞ、いくぞ、ゴー。できる、頑張って。はい、できるよ、もうできる、もうできる、行きましょう。はい、集中。はい、マイコさん、もう、はい、もはやこの想像のリップを超えて、はい、このエアーしてました。このリップからの上通ってたんで、これは、バックサイドエアーしましたね。いやー、素晴らしい、素晴らしい、フライングマキコ、いやー、おめでとうございます。オーケー、オーケー、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。はいはい、というわけで皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。目標達成ですね。ラフィンスケートクルーが全員カービングで、あのカービンググラインドゴリ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 って言ってましたよね。一部イタルさんがゴリゴリって言ってました、ね、聞こえましたよ。いや、もうマキコさんなんてゴリゴリ超えてエアーに、ね、エアーの域へ行きそうでしたからね。まあ、そんなあのマキコさんたち、ね、愉快な仲間たちが織りなす、スケートボードファンタジーラフィンスケート、はい、ね、そちらの方でも実は私登場しているようですので、ね、そちらの方もぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。というわけで皆さん、本日はラフィンスケートマキコさんクルーをお招きしてマウナからお届けしました。ありがとうございます。しお願いします。